エリザー・ヘッス・アルフォンゾは、ベネズエラ、アンソアテギシュー・プエルト・ラクルス出身のプロ野球選手。現在は、メキシカンリーグのメキシコ式レッドデビルズ所属。エリエセル・アルフォンソとも。2007年10月16日1996年に、ドラフト外で、セントルイス・カージナルスへと入団。2006年6月3日にメジャーデビュー。以後、故障したマイク・マシーニーの代役として、 性保守に抜擢されると打撃、守備両面で期待以上の成績を残した。2007年はベンジー・モリーナが加入してきたため26試合しか出場できなかった。2008年は開幕をマイナーで迎えた上5月1日には薬物違反で50試合の出場停止処分が課された。2012年6月15日にメキシカンリーグの メキシコ式レッドデビルズと契約を結んだ。11月1日に自由契約行使。2012年11月14日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。2013年5月7日にレッドデビルズは派遣された。2015年オフはベネズエラのウィンターリーグでプレー。2016年4月15日にメキシコ式レッドデビルズへ復帰した。ありがとうございます。